ラクールヌーブは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン。ペイド・フランス地方、パリ北部郊外にあるラクールヌーブは、19世紀、移行数本の鉄道が敷かれたことで産業化が進んだ。湿地の多い土地柄で、セーヌ川の小さな支流、クルー川が流れている。クルー川は、定期的に起きる豪雨で、コミューンに浸水したため、20世紀初頭から、 地下河川へ転換された。20世紀初頭のラクールヌーブ。奥がサンルシアン教会工場労働者たち。1903年コミューン北部の集合住宅群かつてのラクールヌーブはサンルシアンと呼ばれていた。13世紀にこの村はクールヌーブと改名された。クールヌーブとは新しい土地を意味するラテン語のキュリアノア、またはキュルティスノオアから派生している。これは サンドニ修道院長シュジェールがこの土地の入植者たちに言及したものである。シュジェールはサンリュシアンを愛し、自身が好んで支持したブドウの植林地、それらすべての美化カを愛していると話していた。1896年のクールヌーブは、未だ農業活動が最重要で、700ヘクタールが野菜を中心に栽培する農地であったが、すでに産業活動も存在していた。特に、 工芸と上米工場では150人が雇用され、麺の染色作業では50人の男女が働いていた。村には1789人が住んでいた。住民は576世帯で、515が住宅、23が工房、35が商店だった。1923年、レーモンポアンカレ大統領は、クロワドケール勲章のコミューンを表彰した。そして、 1918年3月5日のクールヌーブの災害に続いて、フランドル道にある武器保管庫にあった15万個の手榴弾が爆発し、24人の死者を含む大勢の負傷者を出した軍の命令について研究した。1863年、かつてのフランドル道沿いにリガユの工場が移転してきた。それはノワールドフィメの工場だった。クールヌーブ初の産業活動だった。 1935年に工場はコミューンが購入し、建物は廃止され、工場の地は広場になった。1885年には蒸気機関のタービンとガスのタービンを生産するラトー社。1907年には機械部品のジョンソン・エフィス社。1914年には切削機械製造のメカのヤシロがやってきた。しかし、第一次世界大戦期には、 野菜畑や広大な工業団地が並列され、蒸気機関車が通過する地点となった。第二次世界大戦中、シュザンヌ・マッソンら労働組合活動家たちは、レジスタンス運動を組織した。1943年と1944年、クールヌーブは連合国軍の空爆対象となった。1950年代後半から1960年代に、かけ、 住宅団地の建設に惹かれ多くの住民がやってきた。これら集合住宅は、パリで働く労働者、北アフリカからの帰国者、ついで、アフリカ移民らスラム住民を新たな住居に移すことを可能にした。1980年代から1990年代は、アジア移民、中国人、パキスタン人、タミル人が大量に流入した。彼女について私が知っている。 二3の事柄、ありがとうございます。